叶わぬあの子と共になるくらいなら歯向かってみせる勝ち気のお嬢様リリーノーブルの藤岡調教師です。よろしくお願いします。お願いします。強い馬がライバルにいますね。まあそうですね、はい、やっぱり敵ながらあっぱれという感じですか。まあ2回負けてるんで、はいはい、まあ認めたくはないですけど、認めざるを得ない、認めざるを得ない、まず前走なんですけども、もちろん本番桜花賞を意識しての仕上げということはあるかと思うんですが、やっぱりでもその前にやっぱりある程度ラッキーライラックに進めときたい、もしくはやはり逆転したいという思いで挑まれてますよね。いや、もうもちろん競馬ですんで、うん、はい、あの勝つつもりでは言ってました。その中で、まあ、着順も3着となりましたけれども、レースの方もちょっと完敗と言ってしまっては過酷ですが、そんな内容に見えたんですが、いかがでしょう。まあ、あの戦前からとりあえず、次への、ステップということもあったので、はい、まあ、課題が多分出てくると思って、うん、まあ、それをこう見つける意味でもどういうレースをしてくれるかというの状況だったので、まあ、課題は見つかった。あ、課題は見つかりました、はい、教えてくれます。いや、あのとりあえずはちょっと行きたがる性格があるんで、はい、できるだけ落ち着けてっていう方向に持っていかないといけないということ、うん、あとはまあ瞬発力がちょっとやっぱり足らんのかなっていう感じだったんですね。ということは前走はラッキーライラックを見る形で競馬をしてましたけれども、やはり勝つためにはその前で競馬をした方がいいんではないかということですか。いや、あの課題さえクリアできれば、はい、あの別にその位置取りが決して前じゃなきゃいけないということはないと思うので、うん、まあ、その競馬に行ってのレースの流れとかもあるので、まあ、その辺は抜きにしてとりあえず折り合いをもう完璧につけるということと、まあ、瞬発力をつけていくということですね。あの僕も長い間こういうふうに競馬の世界にいると、まあ、こうああ2回完敗すると勝負付けが済んだなんていうことをいろいろなところから耳にしたり口にもしてしまったりするんですが、先生としては全然そんなところはないということですか。いや、もちろん、まあ、競馬なんで、はいはい、いろんなことがあるでしょうし、うん、あのまあ、しっかり力を出してくれてるんで、まあ、ここ上積みどれだけ持ってくれるかというところだと思います。さあ、上積みを持ってくれるかというところが藤岡調教師の腕の見せ所かと思うんですが、いかがでしょうか、中間は。いや、もう、そこが、まあ、まあ、調教師の仕事なんで、まあ、中間思った通り来てますし、で、まあ、課題もクリアできてきてるんで、はい、まあ、競馬見てくださいという感じですね。不安からしたら、まあ、この世代はラッキーライラとリリーノーブルの世代じゃないかと思って見てた中に、3着でマウレアという馬がまたそこに、まあ、クレと同じように着順が変わっただけで入ってきたんで、まあ、2強であったら、まあ、馬券も買いやすいんですけれども、先生としては2強ぐらいのつもりですか。あ、いやいや、まあ、他にもまあ、うちにもライバルがいるわけで、はい、まあ、他にも強い馬も何頭もいるんで、まあ、その2強っていうか、まあ、ラッキーララクは強いにしても、はい、まあ、他どれが勝ってもおかしくないようなレースだとは思ってます。それでは最後に抱負をお聞かせください。まあ、逆転できるように一生懸命やってきましたので、競馬見てください、みんなで応援してください。ありがとうございます。ありがとうございます。藤岡調教師でした。